こんにちは、ボーです。本日は鹿児島来たので楽しくラーメン活動をしたいと思います。本日は小紫は鹿児島で3番目に有名だと勝手に思ってるラーメン屋です。1番目はトントローラーメン、2番目はコキンタ、3番目は小紫といった感じです。と言いつつ私一度も小紫行ったことないんですよね。ということでルンルンで行ってきました。さて11時オープン、ちょうどに到着です。すでに1階はほぼ満席。よし行こうか。わあ、でも入ってるね。入ってるね。2階もあるらしいので2階でご飯を食べることにしました。私も上司も本日はラーメン並盛りを注文です。よしよし食うか。よく混ぜてだって。いただきます。すごい野菜がいっぱい入ってる。ね、混ぜてだって。すごい混ぜて食べてだって。これ並じゃない。いっぱい入ってる。野菜がいっぱい入ってる。味は豚だけど白湯スープに近いです。思った以上にあっさりです。しかもキャベツの千切りが大量に入っているので思った以上にさっぱり食べられます。ただし量は大量です。なのでお腹いっぱいになるけどそこそこ食べられる満足の味でした。ぜひ皆さんも行ってみてください。では